WWS チャンネルをご覧の皆様、僕たちがメイクマイデイです。非常に楽しかったですね。大きなところでお客様温かくて、お客さんがすでに一つになってたね。すでにもう何も煽る必要はなかったです、はい、メイクマイデイはですね、メタルコア、ポストハードコアと言われてるジャンルなんですが、激しいギターとベース、ドラムと、まあ、シャウト、スクリームの中にエレクトロと、あとまあ僕がメロディーを歌ったりする、まあ、ちょっと変わったバンドなんですけど、癖になるような激しいバンドです、うん、一度聴いたらね、抜け出せない沼的なジャンルかもしれない、はいはい、メタルはでございます。まあそれ毎年渋谷サイクロンが主催でやってるイベントで、僕らも何回か呼ばせてもらってるんですけど、うん、まあその年々の何ですか、目立っていたバンドとか注目されてたバンドが呼ばれる、まあなんか一大イベント感じですね。まあ、僕らもありがたいことに呼んでいただいたっていう感じで。何年目、はい、?3 年目呼ばれて。いや。最初出たのは。いや。もっとか。もっとか。メイクマイデイとしては3、4回。ちょっともう多すぎて分からない。覚えてないですそう。今年はまあなんか2年、去年はもうゴリゴリのコロナで僕らもすごい細々と活動していたんですけど、今年からこう、徐々に回復の兆しが見えてきて、まあ、僕らも音源2回出して、ツアーも2回やって、で、まあ、この年末にかけて徐々に感染者も少なくなってきて、少しずつ、まあ、このイベントもそうですけど、あのシーンが復活してきてるんじゃないかなって思います。多分僕らの活動だけじゃなくて、みんなそう肌で感じてるんじゃないかなって思います。MC でも、コロナの始まりの頃は、まあ、ライブを始めた、復活したぐらい、僕らが。言った頃はこうなんか転んだ人を助けてあげようねみたいな MC をしてたんですけど、なんかもう今はもうなんかいろいろ時代が変わってきてて、また新しいものはもうどんどん作っていこうぜっていう、こうなんか強さをみんなもう持ってきてるから、 MC もそれに準じてこう僕も変えてて、なのであの新しい時代をね、あの過去は振り返らず一緒に作っていければと思って MC もライブもしてます、はい。まあ、今年から徐々にライブもできるようになってきて、来年からまたライブ増えていろいろ動けたらいいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。はい、ハルさんは、まあ、今日ライブを、僕たちのライブを初めて見た方がすごい多いと思うんですけど、これを機に、まあ、ハードコアっていうジャンル、激しめなジャンル音楽なんですけど、それをね聞いてほしいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそう、僕ですか。2022年は、まあ、先ほども言いましたけど、過去はもう捨てましょう。で、新しいものをね、作っていきましょう。もうまだ見ぬ世界をね、一緒に見れたらと思います。なので、初めて聞いた方もそうでない方も、お互いに感謝と思いやりを持って、一緒に2022年も乗り切っていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、はい、僕からは言うことはもうありません。もう出がらしいやん。はい、もうみんないいこと言ってくれたんで、そういう感じで来年もよろしくお願いします。お願いします。